はい、コロリスと申します。ゼロ濡れガラスの巫女をやっていきたいと思います。で、登場人物の名前もね、間違いまくってたんで、公式サイトからね、名前を、まあね、紙に写しまして、これでもう間違えることはないかな。主要人物しか書いてないんでね、多分、モブキャラ的なやつは、わかんないけど、まあやっていこうか。で、前回の続きですね。あるのですけど さあ、あとね、この、僕、はるかわって言ってたじゃないですか。これ実は、はるかっていうのは、百瀬はるかっていうね、下の名前だったんまですさかね。一人で死ぬなんおい、て。もうずっと名字だと思ってたよ。よ。あ、この人についていくのかな？目的がわかんない。冬日を連れて、この森を出ると。そうだね。じゃあ前のムービーの説明すると、確か5人くらいでね、自殺しようとして、この、はるかと、やめてくれたまえ。びっくりした。ちょ、待って待って。射撃使いたいけど、ちょ、待って。近いな。やばいやばい、来るよ来るよ。ああ、近すぎる。やばい、のんびりやっとんな 男の人は、てんていた。あれ、まだまだまだいけるの。これ無限のやつじゃないな。無限のやつ使おう。これ消耗戦だからね、ただの。使う理由がないな。横にいるね。しまった、当たってない。一旦引かせて。あっ、死ぬ。いつか死ぬ。まだ大丈夫だな。もういないか。あれ、あの女の幽霊はいつの間に倒したんだ。こっちだね。濡れメーターって右下にあるんじゃなかったっけ。ないか。あ、しまった。どこまで話したか忘れたな。私にはわかる。頼りに行けばいいのか。頼りが出ないんだよな。姫野さん。うわ、ちょっと多くない。多くないっていうか、どこ行くのあれ。ちょっと取っとこう。もうダメージある、やっぱり敵か。あ、やべ、来た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 。おお、あ、怖い。近い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 。これなんだろうな。強いな。近くない？あ、やばいやばい、顔映ってない。ロックオンができないな。よいしょ。来た来た来た。やばいよ、引けないよ、全然。よしよしよし。うわ、今遊んでよって言ってたな。
遊んだよ。あの人がどこ行ったか分かんないんだよね。あ、いたいた。ヒミノさん、ハルカはここにいるんです。へえ。え？おう、開かないよっこ。ヒミノさんを連れて山を降りなければ。じゃあ一旦じゃあ見てみようか。わ、影怖っ。姫野さん近い。こういうことまで言えるんだね。眩しいだろうな。降りれんの？ついてこないよな。あ、来た来た。調べる。うん。おお、やっぱりあれね、川辺で何かが光を反射していると。あいちゃん手伸びてくんじゃないの？ナムセービン。お。あ。ひそかそか。おお。これひそかさん大丈夫なの？ひみのさん。これはひそかさんがいつも身につけていた上流から流されてきたんだろうか。射撃と同じように、強化装置火を手に入れた。相手の攻撃を回避できるタイミングが分かるようになった。ひそかじゃないな、ひみのさんがいないと。どこ？この右下のやつが何だっけ、濡れゲージだっけな。これが溜まるとあの霊がねに見つかりやすくなる。まあ出てくるんじゃないかな。なんか歌ってない？あ、すげえ無理言うの。あのこれのね、あの制作元がテクモって言ってね、美少女系のゲームが多いんですよね。違うな、キャラクターが美少女か。ラブ後ろ。あ、そう、あ、ちょ、おあー、ビービーでかい火なの？初めて知ったよ。あ、そうなんだ。あ、最近のゲームってあの説明書がね、あのオンラインなんでね、よく見てないんですよね。これボス戦的な感じだよね。ちょっとお札変えましょう。お札じゃねえ、
オクラだっけ、まあいいや、ちょっと一番高級なやつに変えよう。3枚しかない、3枚しかない。近づいてやりたいよね。どうだ、効いたか。あと2枚しかないぞ。あ、違う、B 遅い、俺押すの遅すぎる。ちょっと離れて顔消すと、よしよし、 B どのタイミングなんだろうな。ちょっと待って、ライフやばい、ライフやばい。アイテムの使い方がいまいちわかんないよ。ああ移動してる、これ難しいな。ちょっと移動しよう、どっか行ったよ、後ろ怖い。ロックオンしてんのか、来るよ来るよ。あ、そういうことね。ちょっと待って、しまった、後ろ向いちゃった。かわした意味がないよこれ。この位置この位置この位置、これキープ。お、勝った、勝ったよね、止めたか。近い。あー、これ食らっちゃうか。ダメージないんだ。そういうことか。回避のタイミングやっぱまだ分かんないな。それ分かんないとちょっと勝ちにくいぞ。あれは入ったなぁ。ちょ、あー、ここ、あ、できたできた。しまった。よし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 。基本は遠くにおろ。ん？おしおし。倒した。攻撃により倒れた音量に触ることで例の記憶や思いを感動ることができます。姫野さん遠いな。触る、どこに触った。もう山から出ることはできない。
読み濡れ、音量は読み濡れ状態になる攻撃をしてくることがあります。読み濡れ状態になると体力が減り続けます。清めの火を使うか、すべての音量を倒すことで元の状態。消えた。やばい、おーしよしよしよし、あ、あれはなんだ、これが読み濡れかな。見えない。今の巫女は、姫野さんは陰性に巻き込まれて自分で来るよ。ローディングか、セーブ欲しいな。これ以上この山にいるのは危険だ。一度山降りて家に戻ろう。めっちゃやばいん。アイテム、アイテム、よし。アイテム Y ボタンか、例えば Y ボタンだったな。取っときたいな。密かに人探しを依頼した少女、姫野冬日は自ら命を絶った。ユーリが、見た彼女の死の間際の光景、そこには冬日と同じ方法で命を絶つ女と雨に濡れた巫女の姿があった。ユーリは山で見つけた遮影機と密かが身につけていた、なんとか玉を手に入れ、一人ホット屋に戻る。ホット屋ゴークリア、B ランク。何でポイントもらえるんだろうな。取得、あ、そっか、そこもあって。消費アイテム。あ、そういうことね。おぉ。次は何だ？誰編だこれ。北条蓮か。じゃあまあ今回ここまでにしましょう。衣装。あ、回転できるんだ。何にもないね。